39回ジャバーマイ0回戦第1試合目ですね。早速長野勢と、中野勢対決の試合で早速野菜キングさんから死の死でと元気が飛ばされた。さっきほどが中野から10枚取られた。中野から2枚落ちてしまった。選ばれたステージは1つ。27割以上なんとかやすここですね。レイズのウォーハウンドバージリストまで入ってやっと半分ブロックさあロケットして美味しい。さあボディーさんぶっ放して1ラウンド目アームが立ち込めたけど壁に座れる壊したでしょ。さあ行きます終わった。不思議ムーブ。さあ結果オーライで到着状態、背面やられ。ピュアのぶっ放していくも当たらず、ワンファイ返され。さあこうなったら何もしてこない壊したでしょ。さあこれ新しい。ですね、俺のキャラ相棒できないんですよ。ガニハリさんが結構自分方にめぐったりしてるんですけど。さあ1ラウンド目取ったら壊し出しろ。99秒設定なんでゆっくりやってください。ゆっくりしていってね。ほんで結構減った。キリアップカウンター。キリアップカウンター。ほんで無事に起き上がって壊し出しろ。ダメージ発動してレイブンが出てきて、さあギロチン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 ダメでブロッケー壁運びからファームニール。さあ体力マックアップのレオがスキルを決めて無事に帰る。出てきたそこにスリーボールそこに引っ張ってきた。さあ早くもう1ラウンドで2ラウンドで選手してるのが壊せそう。さあもっと反対検査でパターコンボを落とさず決めるだけ。さあこれ崩します。刺してみやっぱパパにしそれでタッピック。デスムリロージャックからそしている後ろ手のスティーブ。さあ手堅くアドバンテージを稼いでいく暇人。ここでレイ君が出てきて、さあブロッケ生ろうかな。いやフレイズとのクイックロック。ここで一気に形勢逆転して、さあまだ分からない。お互いアサルト絡めばワンチャン圏内の体力。さあうわ受けたる。バックル当たってカウンター。発災貢献がもうごめんヒーザー。勝ったのは壊し出しろ。